川崎フロンターレの井川祐介です。スタジアムへお越しの際は公共交通機関を使ってきてください。これも立派な地球温暖化防止の取り組みになります。フロンターレでは試合日に武蔵小杉駅から轟まで直行のシャトルバスを出しています。車内では選手が車内放送をしています。ぜひ乗ってみてください。 J リーグはファン、サポーターのため地球温暖化防止、省エネに取り組みます。移動エコにスマートムーブ。